はーい、ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで朝早く申し訳ありませんけれども、ちょっと今回はですね、急遽動画の方を撮っているわけなんですけれども、現在時刻の方は5時54分でございます。もうおじいちゃん急に早いよね、起きるのね。いや、久々にちょっと早起きしましたけれども、まあそれにも理由があるんでね、ちょっと今からね、そのお話ししていこうかなと思うんですけれども、まああと6分でですね、あと5分になりましたけど6時になるということで、なんだったっけ、ちょっと待って、もうそれすら忘れたんだけど、もうダメだな、早起きしても記憶が全部なくなってしまいましたけども、これでございます。はい、限定ログインスタンプ2、ラジオ体操出席カードでございますね。これもまあなんとかコツコツ頑張ってですね、スタンプの方を押してきましたけども、ついにこれにてもう終幕ということで、このね、あと残り1個スタンプの方が押せればですね、プラチナのかけらの方がゲット、そしてですね、まあ、このですね、6時から8時に起きるというですね、この縛りの方も終了ということなので、とりあえずですね、まあ、今頑張ってですね、まあ、早起きしたっていうところでございます。ちょっと伝わってるかどうかわかんないんですけれども、そんな感じでございます。多分今回久々にすごい雑な編集で動画の方ね、アップしてるのかなとは思うんですけれども、まあ、本当にね、ただね、早起きしてね、ログインスタンプ押すだけの動画なんで、まあ、その辺は温かい目で見ていただければなと思います。なのであと4分間ですね、ちょっとなんか待とうかなと思います。何するか特にすることないんで、じゃあニャンコスクラッチやっていきましょうか。まだやってないんでね、じゃあいきます。はい、まあ、ゆっくりやっていきましょう。まだ4分ありますんでね。もう本当に時間稼ぎタイムになっておりますけれども、じゃあとりあえず、じゃあどうしようか。じゃあ真ん中行きましょうか。はい、まあ、これはね、1等出たからね。まあ1等出たからしゃあないよね、前回ね。まあまあまあ3等でございますけども、はい、てな感じでございます。いや、本当に久々に起きてよ、こんな時間。びっくりしたよ。いやー、ちょっといい気分だね、早起きするのも。ちょっと今後ね、またちょっと早起きとかね、できればなとは思いますけど、外がだって落ち着いてるもん。もういつもだったらセミがミー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 なってるんですけどもね。いや、今日は本当に静かです。めちゃくちゃ静かです。まあちょっと天気もまだ何とも言えない微妙な天気なんであれなんですけどもね。いや、いいね、すごくいいでございますけどね。まあそう、この間コメントの方でですね、そう、皆様何時起きですかっていうね、コメントの方書いたんですけど、結構いろんな方からですね、書いてくれまして、まあ、結構本当にね、まあ、いろんな時間起きてるんだなというのをね、ちょっとつくづくね、思いましたけども、でも結構みんな早いね、びっくりしたね。びっくりするぐらい早かったんで、僕もちょっと早起き、できるようにちょっと心がけたいなと思いますけども、ちょっと今日は本当になんか早起きできて、ちょっと気分がいいです。はい。どうしようか。あとまだ3分あるよ。3分。じゃあ次は、じゃあイベントガチャ行きましょうか。はい。イベントガチャやっていきます。はい。じゃあ12連なんですけども、サクッと回していきます。はい。いやー、本当にですね。もうなんだろうね。なんかいつもだったら、起きたらすぐ、なんかもう眠すぎてね、なんかもうずーっとボケーとしてるんですけど、今日は意外となんか目が冴えてるんですよね。まあ全然ね、喋れてはないんですけれども、脳は回ってないんだけど、なんか気分はいいんですよね。これは何なんだろうね。よくわかんないけど、最終日だからのかな。まあいや、あと2連でございます。はい。もしかしたら、まあ今日ね、プラチナのかけらの方がゲットできると思ってるから、気分がいいのかもしれませんけれどもね。はい、てな感じでございます。はい、あっさり終わったな。まあそりゃそうかでしょうね。はい、じゃあとりあえず、じゃあこれ全て NPK でございますね。はい、いきます。はい、いや、なんか考えとけばよかった、なんかやることね。まあこの残り2分だ、2分、あともう少しだ、あともう少し、どうしようかな。あと何、あ、そうだ、あとはどうでも関係ない話なんですけども、そう、プラチナチケットの方もまた近々ですね、ほんわかの方でまだ購入してなかったんで、まあこれもまたまあ早いうちにちょっとね、ガチャ動画やろうかなと思っていますので、楽しみにしていてください。あと、あ、感謝パックね、これも多分第2弾だよね、夏のやつ。第1弾ね、そう、買おうと思ったんだけど忘れててそのままね終わったんだよね。どうしようかな。まあ第2弾はまあどうしよう、残高に、あ、ばびっくりした。あ、まあ残高に余裕があったら購入しようかなと、思います。はい、あとはなんか他やることあるかな。うーん、あー、まあこの辺のね、ミッションの方もですね、なんか全然なんか起きる時間がよくわかんないのか、なんか遭遇しないのか全然わかんないんですけどね、なかなかね、このね、新コードの方がなかなか進まないんで、ちょっと困っているところではありますけどもね。
この開催時間とか分かればなとは思うんですけどもね。あと1分だ、あと1分だ、よしよし、あと1分だけどどうするか。あと1分のこのさ、じゃあまあこれやるか、発掘ステージやりましょうか。はい、じゃあとりあえずこれサクッとやっていきましょう。はい、いきます。はい、あー待ってよ、この後のさ、あの虫闇のあのなんだっけ、あのは、まあ、いや、もう何をが言い伝えたかも分かんないけど、まあいいや、それいきます。よし、 OK、これで虫闇の方もね回収でございますけど、まあ虫闇もね回収してもね、もうね全てプラスの方もねマックスになったんで、まあ強いて言うなら多分あれですね、アイテム回収とか、あのその辺しかできないんですけどもね。これはできないか、どうしようかな。じゃあいいや、まあ今日だけは夜更かしやって、どうだろう、回収できるか、発掘。待って、え、なんだこの編成、なんだこの編成は、なんだこの編成では、まあいいや、まあ、とりあえずやっていきます。あー待って、6時になったよ。おー、来た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 。じゃあとりあえずこれ終わりにしたらですね、ログインスタンプ、いや、やっと来たよ。あれどうだっけ、プラチナのかけらはまだ10個にはなってないのかな。なってればね、ストラマンプラチナのねガチャの方回したいなとか思うんですけども、まあ多分10個にはなってないのかなと思うんで、また、それに関してもまた近いうちですね、とりあえず集まったらガチャの方やろうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあということで、じゃあいきますよ。はい、さあということで来ました。はい、来ました、これでございます。いやー、ついに来ましたよ、ラジオ体操最終日。いやー、お疲れ様、本当に来ましたね、やり遂げたにゃーってなりましたね。友達に自慢するにゃ、プラチナのかけらプラス1をゲットしたにゃ、いや来た、お疲れ様です。いやー、本当に長かったような、短かったようなって感じでございますよね。いやでもこう見るとすごいね、いやー、よくぞやったっていう感じですね、これは。いやー、本当にね、まあもう本当にもう1日目ぐらいからも怪しかったんだよ。いや今年は無理だろうと思ったんですけれども、まあなんとかね、もうアラームの方をね2つから3つぐらいかけて、で起きて、でそうログインして、で寝るっていう感じだったんですけど、まあなんとか無事ですね。いやー、まあね、何日、今3日か4日ぐらいはねちょっと寝過ごした時もあったんですけれど、まあとりあえずですね達成できたんでよかったのかなと、はい、思います。まあ、よければコメントの方でですね、このラジオ体操出席カードの方もね、すべてスタンプを押せたよという方いましたら、あのコメントで書いていただければなと思います。まあ、できなかった方もね、まあ、まだ残りね、8月29日あるんで、ただまだね、間に合うと思うので、ぜひね、頑張って、早起きしてほしいなと思います。はい。まあ、この後そうですね、あの、サーバーカーの方でもね、ログインスタンプの方を押して、終わりって感じでございますけれどもね、いや、なんとか達成することができましたよ。いやー、もう本当にどうしよう。あ、待って、プラチナの鍵確認しよう。はい、どうだ、何個あんだろうね、どうだ、あー8個か、惜しいな、いやーギリギリ足りないねこれね。いやー、まあとりあえずあと残り、2個なので、あれそういえばさ、ゾクのやつやってなかったよね、ゾクやってなかったんで、これ確か、あー15個ちょうどだ、これクリアすれば1個回収できるから、あともう1個だね、あともう1個何かしらで回収できれば、近々ですね、まあプラチナガチャの方回せるのかなと思うんで、まあそれもですね、まあ、近いうちにやろうかなと思いますので、その辺もお楽しみにしていただければなと思います。ということで、とりあえず今回に関してはただですね、まあ、早起きしてあのログインスタンプの方を押すだけの、動画にはなりましたけれども、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まあ、また随時ですね、まあ、いろんな実感に動画あげるかなと思いますけれども、次回も動画の方を見ていてください。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみ。